予防医学の場合は一次予防としてやはり病気を発症させないという予防になりますから、どうしても生活習慣病とか日常生活の、そういった指導ということを重点を置きますので、まず検診で、今持っておられるその生活習慣病があるのかないのかを確認して、それに準じた栄養指導とか、生活指導を行うというのが一次予防ですけど、たまたま検診をしていただいて、たまたま早期のがんが見つかった場合というのは早期治療ということになりますので、二次予防としての検診の意味を考えています。それから以前に大きな手術をされたとか、そういう既往の方も当然検診に来られますので、そういった方にはその患者さんの病歴を詳しく聞いてですね、で現在の検診結果を見て、必要な例えばリハビリが必要であれば、リハビリの方の指導を行うとか、そういった指導を行っていくという意味での、トータルの予防医学を検診としては心がけてやっております。若い方40代50代というのは比較的まだ病気が少ない年齢なんですが、やはり最近生活習慣病というのが非常に重要視されてまして、例えば若い方の肥満の方ですねが多い、あるいはアルコールを多く飲まれる方とか、そういった方はやはり将来的に肝臓疾患とかですね、脂肪肝から最近は肝臓がんができると言われてますし、そういった生活を改善していくというのは非常に大事ですし、また佐賀はかなり喫煙率が高いので、やはりタバコとがん、タバコとがんといえばすぐ肺がんを思い浮かべられますけども、実はタバコっていうのは肺がんだけじゃなくて、膀胱がんも含めてですね、全身のいろんながんの発症リスクを高めてますので、やはり禁煙を進めるのが一番いいんですけども、検診に来られた方でやはり喫煙歴の高い方に関しては、オプションのより精密な検査をお勧めしております。やはりどうしても1日で全ての検査ができるかというと現実的には不可能ですよね。で例えば大腸検査の場合は胃カメラと合わせることはできませんので、その場合は一泊していただいて、2日目には大腸検査を行うということをですね、それから一泊される方におきましては次の日に前日行った検査の結果を午前中の間に説明し、あるいは必要であれば栄養指導、生活指導を行って帰っていただくということでの一泊独検診を行っております。働き盛りの方の検診はやはり生活習慣病の予防に非常に大事ですし、また高齢者の方はやはり一番がんの確率が増えてまいりますので、ぜひ検診を受けてください。